田中勝美田中勝美8月31日から1992年1月15日は日本の詩人、東洋史学者、大阪府出身。1934年、東京帝国大学東洋史学科卒。1932年、安田四十郎、小江下常夫、中島栄二郎、松下武雄、翔鷹根太郎、杉浦翔一郎。 服部正美ら大阪高等学校同窓生と文芸同人誌小木とを創刊。1936年、堀達夫の推挙により、詩子、四季同人となり、津村忍、神保幸太郎と共に編集にも携わった。1941年詩文集、八木人クレオパトラで第5回北村東国記念文学賞受賞。昭和10年代の詩談において、主に、 古技と、式、文芸文化など、女上詩精神を標榜する、同人詩を中心に活躍した。初期に、モダニズムの影響をこむるも、初期、日本土万派の文化圏にあって、東洋大学を経て、1959年により、成城大学教授。この間、天野正、井上滝三郎、小高根二郎ら関西の詩人たちと、詩、懲棒、詩人学校、骨、 果樹園を創刊して交わる。晩年、第五次、四季を、再刊主催。1982年定年退任、名誉教授。白識な語学と感触が持ち前であり、詩人とは別に、東洋史学者としての顔を持つ。闘争監視に造形が深く、理白をはじめとする多くの役所、表伝があるほか、余儀のドイツ語においても、ハイネ役集が番を重ねた。 ありがとうございます。